愛媛の青島が育んだ優しいひとときをのんびりそっとお裾分け。島根こびより。瀬戸内海に浮かぶ小さな青島、15人の住民と暮らすのが100匹以上の猫たちです。もともと漁で使う網を破るネズミの退治に役立ち住み着いたといいます。石原さくらさんは猫専門の写真家。魚を加えたドラ猫だらけになる。僕、魚を見つけたよ。でも魚はなぜか物上に。これは引き潮により浮き上がる現象だそう。猫は水が苦手と言いますが、さすが島猫です。なんと上から果敢に挑む子も。わあ、やっちゃった。仲間に支えられながらまさかの2番手の登場です。泳ぎっぷりはお見事。だ、みんな頑張れ。明日もきっと島猫日和。